津田沼駅。津田沼駅は、千葉県奈良市の市津田沼一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本総武本線の駅である。当駅は、奈良市の,市の中心駅である。周辺は、駅が密集しており、相互乗り換え駅である新京成電鉄の新津田沼駅をはじめ、前原駅、京成電鉄の谷津駅、新京成電鉄、 京成電鉄の京成津田沼駅がすべてあたり駅から半約2トル圏内に位置している。1日の平均乗車人員は、県内では船橋駅、西船橋駅、柏駅、千葉駅に次ぐ第5位である。駅舎及び改札は奈良市の市側にあるが、ホーム西側の一部が船橋市前バル西2丁目にまたがっている。そのため近くに、 船橋市との境があり、船橋市東部の玄関口としても機能している。駅からの主な動線整備としては、駅北口及び駅南口に各主要施設を結ぶ歩行者デッキ、ペデストリアンデッキが整備されており、特に駅南口は津田沼公園、森市や津田沼を経由し、津田沼座タワー、金の森方面へと続く大規模な駅前デッキ網として知られる。また、 駅周辺には JR 東日本ホテルメッツ津田沼、東横イン、津田沼などのホテルがあるためビジネス利用や観光拠点としても適している。東駅には千葉ステーションビルの駅ビルであるペリエ津田沼、ペリエ、北口には津田沼パルコ A 館、パルコおよび B 館、西遊津田沼店、現、津田沼ルシェ、ミーナ津田沼、ミーナ、イオンモール津田沼、 伊藤洋華堂津田沼店、津田沼オッケービル、大和商事などが立地しており、南口には、森市屋津田沼、大英津田沼店、山田電機ラビー、津田沼など、ローハル津田沼、湯沢屋津田沼店、丸善津田沼店、奏での森ホルテなど、大型店舗が多数林立している。古くから津田沼戦争、商業劇戦区と呼ばれるほど駅周辺に、大型店の進出や、 店舗同士での競争劇化が相次ぐ関東有数の繁華街となっている。南口には学習塾が多く立地しており、千葉工業大学津田沼キャンパスなどもあるため、学生が多く利用する文教地区となっている。学習塾業界を物語とした森江戸による長編小説、三日月 NHK 総合テレビの土曜ドラマ枠の舞台となっており、津田沼戦争。 熟撃戦区という熟同士の熾烈な構想があったことが取り上げられている。また、当駅南口は、奏の森外区として、JR 津田沼駅、南口特定土地区画整理事業の広大な都市再開発や超高層マンションの建設が進んでいる。当駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、総武本線一路線のみである。詳細は、路線記事及び、 鉄道路線の名称参照が、運転系統としては、快速線を走る総武快速線、及び観光線を走る中央、総武線各駅停車の2系統が停車する。戦前は、軍号ならしのへの玄関口としてにぎわった。また、1907年、明治40年には、駅周辺に陸軍鉄道連隊が転営し、津田沼は、その所在地として知られるようになった。 戦後、鉄道連帯の広大な敷地は、千葉工業大学などの学校用地とされたほか、松戸方面への旧演習船が新京成電鉄、新京成線に転用された。また、1960年代には、千葉方面への旧演習船施設の一部を利用して、陸上自衛隊第101建設隊が設置されている。1966年、廃止。 島式ホーム3面6線を有する地上駅。京上駅舎を有し、エレベーターとエスカレーターが設置されている。元は2面3線の構造で、現在の北口側に駅舎が存在したが、後に南口を開設、1972年の複々線化に合わせて、現在の形に拡張され、京上駅化された。改札付近に緑の窓口と指定席券売機が設置されている。 日中の各駅停車の約半数は当駅で、お茶の水、新宿、中野方面に折り返す。千葉方面に向かう場合で当駅泊まりの電車はホームが異なるため、手前の東船橋駅での乗り換えを誘導する、車内放送が流る。また、快速も朝夕の通勤時間帯を中心に、東京、品川、横浜方面、横須賀線直通への折り返し電車が多数存在する。 また、平日ラッシュ時に限り、各駅停車ホームから東駅始発として、東京メト東西線直通列車が運転され、一部はメトロ線を経由して、中央線、観光線の三鷹駅まで直通する。この関係で、平日の7時半9時のお茶の水方面の始発列車の設定はない。また、休日を中心に特急、新宿和菓子を、 新宿サザナミが東駅に停車する。東駅始発の東京方面の海賊は、大半は2番線から発車するが、一部は1番線から発車する。2番線は、東京方面の始発で使われる以外に、両方向での特急の通過待ちに使用することがある。ただし、同じく特急の通過待ちを行う市川駅と比較すると、通過待ちを行う列車は少ない。また、 千葉方面からの列車の運転し、車掌の交代を行う場合もある。出展、JR 東日本、駅構内図発車メロディは、桜井音楽工房製と、東洋メディアリンクス製が使用されている。メロディ導入初期は、東洋メディアリンクス製で色々な変遷を経て、今に至る。なお、94番線の、バードレオ低音バージョンは現在は存在しない。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。北口商店街の大部分は、船橋市前原西に属する。津田沼、旧正、久々田,田の古くからの市街地は、国道14号から京成津田沼駅周辺に位置し、東駅からは、離れている。奈良市の市川では1960年代まで、北口側、南口側ともに、 戦前の陸軍鉄道連帯跡地を転用した施設、京成電鉄津田沼第二工場、千葉県立千葉工業高等学校、千葉工業大学、奈良市の市立第一中学校、国鉄館舎などが広がっていた。北口側では、1960年代以末に、県立千葉工業高校などが移転した後に、新京成線の新津田沼駅が移転し、藤崎台駅と統合、 1970年代にかけて、両市域にまたがる再開発事業が行われた。南口側でも知りず、第一中学校の移転跡地の再開発が行われ、1978年に、奈良市のサンペデック、現在の森市や津田沼が開業した。これらの再開発により、奈良市の市側においても、駅周辺が市の中心街として成長するとともに、 津田沼戦争と呼ばれる大型商業施設間の激しい競争が展開した。新京成線の新津田沼駅までは東へ400メートルほどのため乗り換えが可能であるが連絡通路が設置されていない。この乗り換えについては新津田沼駅を参照されたい。現在では伊東洋化道隣の駐車場とほど近くにあるバス展開場の敷地を利用して 再開発を計画している。かつては貨物駅でもあり、当時は京成電鉄などの車両を搬出入りする際に当駅が使用されていた。南口では2007年から35ヘクタールに及ぶ大規模な土地区画整理事業、奏の森プロジェクトが始まっており、将来的には7000人程度の定住人口を見込んでいる。町の入り口付近に商業施設、 ホルテが開業するなど、今後の発展が期待される。この地域の旧町名は、奴であったが、奈良市の市が開発プロジェクト名を取り入れた、金出の森、金の森という新町名を導入するにあたって、紛糾した。南口には、ほんの一部分だけ、船橋市前原西の地域が存在する。駅の船橋方にある歩道橋は、船橋市内の小学校区中学のビムを図るために、 設置されている。駅中商業施設として、千葉ステーションビルの駅ビル、ペリエ津田沼、ペリエがある。改札内に、駅中、改札外に、駅外と、フロアが分かれている。半径、約2キロメートル圏内に位置する駅、北口と南口に、乗り場がある。北口は1から7番、南口は7から10番となる。運行は、千葉レインボーバス。 船橋新京成バス、京成バスなどが担当している。南口は基本的に京成バスのみである。平和交通は駅前バスロータリー先の津田沼公園の横に停留所があり、ララポート東京ウェイへの路線バスを運行している。銀座駅、東京駅、カブ町からの平和交通の深夜急行バスは南口、湯沢山へに到着する。 バスターミナルには、乗り入れていないが、奈良市の市ハッピーバス形成津田沼駅内リクルートが、駅の東側を通過しており、北口の津田沼一丁目公園前に、津田沼一丁目停留所が設置されている。また、新津田沼駅の北側に新津田沼駅北口、南側に新津田沼駅の2つの停留所があるが、前者は、路線の始発、終着地点であるのに対して、 校舎は当駅発着路線における隣の停留所となっている。5おさむき